はい、こんにちは、サントヘイです、今日はですね、広島県府中市にある、畑加古森林公園キャンプ場、こちらの方にですね、やってきております。で、今日ですね、ここに来た一番の目的なんですが、私ですね、以前の動画の最後に、欲しい幕があると言ったと思うんですが、その幕をですね、見事にゲットすることができたんで、今日はですね、そいつの初張りにやってまいりました。もうね、設営の方完了します。後ろにありますんで、早速ですね、お見せしましょう。私のですね、新幕はこちらになります。天幕のですね、サーカス TC です。まあ、このテントですね、まあ、いろんな方が、レビューとか、まあ、設営動画上げてらっしゃるんで、まあ、私ほどのね、まあ、下手くそな設営を今更見せる必要はないかと思って、今回はですね、まあ、尺の関係上、設営した状態からスタートさせていただくことにしました。まあ、ちょっとだけ、触りをね、まあ、説明してみますと、こちらですね、生地の方がポリエステルとコットンの混合になります。で、色がね、サンドカラーです。それとですね、まあ、今までの、モデルはですね、この張り縄がですね、赤だったんですが、今回の2017年モデルから白に変更になったみたいです。まあ、それがね、ちょっと唯一違うところになるんですけど、個人的にね、まあ、これは赤の方が良かったかなと思います。で、中の方がね、まあ、こんな感じです。ちょっと入ってみましょう。上がですね、確か2メートル80だったかな。立ち上がって、まあ、手を伸ばしても余裕で届きません。で、横が確か一辺が2メーター70だったかな、のそれの五角形です。まあ、このレジャーシートがね、2メートル2メートルのまあ正方形なんで、これをね、目安にしてもらうと、まあ大体大きさがね、わかるかなと思います。で、まあここに、中華製のね、パチモンのコットを置いて、今日はここで寝ようかなと思っております。はい、じゃあ外にもう一回出て後ろに行ってみると、はい、じゃあテントのね、後ろに行ってみるとこんな感じです。ここにですね、一人宴会場をね、構えております。まあ、せっかくの、新幕なんでね、この幕と畑加工ですね、両方見ながら、今日はね、一杯やってやろうかと思って、後ろ側に、設営しております。で、皆さんね、お気づきでしょうか。今日の秘密兵器あります。これですね、これです。こちらですね、アサヒのクリーミーコールドサーバーってやつですね。これもですね、去年のモデルになるんですが、まあこれでね、キャンプでも生が飲めると、そういう感じになっております。はい、じゃあね、ちょっとだいぶ前置きが長くなっちゃったんですけど、早速ですね、始めていきましょう。それでは新幕サーカス DC 発売りソロキャンプ in 畑加古、ただいまより開始します。それではどうぞ。じゃあ早速ですね、ビールをね、飲んでいきましょう。今日はですね、これアサヒのエクストラハード、このね、30周年、特別、醸造、まあなんか30周年限定みたいな感じなんですけど、これがね、うまいんですよ。で、今日はですね、これをね、5本持ってきてますんで、これをね、まず飲みます。じゃあね、ちょっと早速サーバーにセットしてみましょう。開けます。よし、
いい感じです。それではいきます。畑過去にサーカスに、そして大地に、いただきます。うまい。よし、それじゃあ今日も飲みますよ。はい、ただいま時刻が14時25分です。気温がね 20.6 度ですね。で、今ですねちょっと遅めの昼食を取ろうかと思って、米を炊いてるんですが、米がね炊き終わったら今日は、タークを持ってきてるんで、ハンバーグを焼こうかと思います。まあ、米が炊けるまでですね、このタコワサをつまみにいっぱいやっておるところです。うまい。本当なんか今日はですね、多いですね人が。ここはですね、メインのサイトからかなり離れてて、まあ、人が全然いないところなんですけど、メインのサイトのとこは今日多いですね。管理人さんもなんか多いって言ってました。今日は珍しく多いって。はい、今ですねお米の方が蒸らしに入ってるんで、ハンバーグを焼いていこうと思うんですが、例によってですねこの出来上がったやつを、焼くだけです。よし。私ねこれでもねハンバーグ焼くの初めてなんですよ。人生初ですね。豆腐ハンバーグは焼いたことあるんですけど、このハンバーグっていうのはないんですよね。よいしょー、いい音。よいしょー、よいしょー。よっす。よいしょー。よいしょー。よいしょー。じゃあね、ソースを入れて煮込んでいきます。じゃあ今日の遅めの昼食はこんな感じで完成です。こんにちは。あ、ちょっと硬いな。水がちょっと少なかったかもしれないですね。まあいいです。じゃあいただきます。なんかいろんな方の動画を見て思うんですけどね、本当こういうハンバーグとかをこの場で自分でこねて作ってる人とかってもうほんとすごいと思いますよね。絶対できないです。手を洗わずにハンバーグを作るっていう技術がね尋常じゃなくすごいですよね。はい、ハンバーグ完食です。意外とペロッといけました。はい、ただいまですね時刻が15時38分です。で気温が 16.2 度ですね。3時を過ぎてからですね気温がちょっとぐんぐん下がってきてます。今ですねちょっと若干、肌寒いぐらいの感覚にはなってますね。で、今ねクッカーをちょっと全部洗い終わってこれから散歩に出かけようと思ってたんですけど、時間がねちょっといい時間になっちゃったんでね、今散歩に出たらこの後ねちょっと日程っていうかその時間的にまあいっぱいいっぱいになると思うんで、散歩はね、出るのやめます。で、これからねちょっと寝ます。やっぱ今寝るか寝ないかでね夜の持ちがちょっと全然違ってくるんで、これからね仮眠を取って起きて、巻き終わって夜の宴に入ろうかなと、まあそんな感じです。そういうわけで寝ます。おやすみなさい。はい、寝ておきました。
で、ちょっとねパーカーだけだったらもうかなり寒くなってきたんで、上着をですね、1枚着ております。で、そうですね、日も若干傾きかけてきてるんで、これからですね巻き終わって、夜の準備に入ろうかなと思っております。じゃあ巻き終わります。はい、巻き割りですね、終わりました。もう毎回ですね、バトニングでね巻きを割るっていうのはもう大変なんですよね。もう結構重労働なんで、斧が欲しいです。正直言って斧をねちょっと買おうか考えてますね。動画でよく見るんですけど、皆さん一発で斧でパコーンって割ってるんですけど、あれもう見ててもほんと気持ちいいんで、もう羨ましいですね。まあそんな感じです。で、今日もですね、前回同様にフェザースティックをなしで着火に挑みたいんですが、まずね、ほぐちです。ほぐした、朝縄です。で、その次にですね、このほぐしてない朝縄を投入します。で、その次にさっき拾ってきたこの杉ですかね、この杉の枯れ葉、これを入れた後に、松ぼっくりを投入して、この細い薪にですね火をつけると、まあ、こういう感じで、ちょっとねやってみようかと思います。いいですね。多分、この薪にね多分ついてるんで、もう、着火は今回も成功かなという感じです。じゃあ夜の宴の準備に入りましょう。ビールがねもう4本空になっちゃったんで、これがですねラストです。ラストのビールになります。これがなくなったら、例によってですね、焼酎に入るんで大丈夫です。安心してください。というわけで、今日のね、夜の部は、まず最初に豆腐を食います。豆腐行ってから、刺身、今日はね、カツオのたたき持ってきます。で、その後に、ママカリですね、ママカリを食ってメインが餃子鍋です。その流れでね、今日は行きたいと思いますんで、これよりね夜の部開始です。はい、それではですねちょっと豆腐を食べていくんですが、まあ、普通の冷ややっこじゃちょっと面白くないんで、韓国風冷ややっこってやつを作ります。まあ、作るって言ってまあ乗っけるだけなんですけど、まあ豆腐です。まあ木綿でも絹ごしでもどっちでもいいんですけども、私はね豆腐は木綿派なんで、これ使います。
じゃあね、こんな感じでまあ豆腐を置いて、その上にですね、キムチです。キムチを乗っけます。まあね、こんな感じで、豆腐の上にキムチを乗っけます。で、これがですね、ごま油です。これをね、上からこうかけるわけですよ。こんな感じですかね。もうちょっとかけ、これで完成です。これだけなんですけど、まあ普段のね、あのいつものこう豆腐の上に醤油をかける、やっぱ冷ややっことは全然違う感じで味わえるんで、すごいいいですね。やっぱり気分を変えるっていう感じでも本当に美味しいし、なんて言ったってね、酒が進みますよ。うまい。じゃあね、ちょっといただいてみましょう。よいしょ。こんな感じです。一緒に食べます。いただきます。うん、うまい。なんかこれからですね、なんかこういう居酒屋メニューっていうか、まあ、こうなんかそういうのをですね、まあ、1回キャンプに来たら1品はですね、なんか出せれたらいいかなと思ってます。まあ私ね、スタイルがもう完全に酒飲みスタイルっていうか居酒屋キャンプなんで、まあ、こういうのをね、ちょっと大事に、なんか器とかも、あの、キャンプ、こうなん、なんていうんですかね、クッカーとか、シラカップとか、そういうキャンプの、食器っていうのじゃなくって、こういうですね、まあ、これは100均なんですけど、こういう、食器を使えてね、まあ、居酒屋っぽく提供できたらいいかなと思って、こういうスタイルにね、していこうかと思います。はい、ただいまですね、時刻が19時48分、気温が 10.3 度です。で、ちょっとですね、風が強いんで、今ですね、サーカス内部に避難してきました。まあ、せっかくのね、新幕なんで、まあ、こういうのもたまにはいいかと思って、今日はですね、これからあと、まあ、幕内からいろいろお届けできたらいいかなと思います。まあ、そんな感じです。で、さっきのですね、この韓国風冷ややっこも、全部食べきったんで、これからですね、例によってカツオのたたきに入りたいと思います。もう一本釣りです。一本釣りのカツオのたたきです。これを食っていきます。で、ですね、それと、まあ、ビールもこれで最後です。この一杯でもう終わりになるんで、これからですね、これ飲み終わったら焼酎をこれから飲もうと思うんですけど、今日はですね、焼酎2本持ってきてます。まあ、この後出てくるんで今は言わないんですけど、2本持ってきます。で、今日はね、この後その焼酎をですね、飲み比べてやろうかと、思っております。で、カツのたたき、いただきます。うん、うまい。カツオってうまいですよね。私ですね、カツオは刺身っていうか、まあ、そういう、まあ、生もの系の中で2番目に好きな魚なんですよ。1番はサワラです。サワラの刺身が一番好きです。で、2番目は多分カツオかマグロなんですよね。まあ、うまいっすね。カツオやっぱうまいんですけどね、こないだね、とある人からカツオっていうのはアクが強いんだと、アクが強い魚だから、こういうね、ニンニクとか生姜とかいろいろつけて食うんだと言われた。まあ、確かにそうなのかなと思ったんですけど、私個人の意見だと、アクが強いから酒が進むんですよね、やっぱり。だからいいんですよ。はい、まあいいでしょう、もういいです。はい、キャンプはね、楽しければいいんですよ。いいっす。
気持ちは。はい、それではですね、ビールがもうちょっと空になっちゃったんで、例によってですね、焼酎にこれから移るんですが、2本持ってきます。じゃあまずね、1本目から紹介していきたいと思います。もう皆さんねご存知でしょう、本場霧島酒造が誇る